토로 크소나 ひどい めんどくせえな 相手んじゃねえ うにゃ カップルの揉め事だにゃ 女性を脅かすなんてひどい男だにゃ クソ女だなんて ひどすぎる うるせえ 関係ねえ ただ私はあなたの貯金を全額盗んで パチンコにつぎ込んだだけなのに いや結構にゃことやってたにゃ そりゃクソ女って言われても仕方がにゃいにゃ ひどいよ 私はただあなたの個人情報を闇組織に5万円で売っただけなのに いやこいつむちゃくちゃしてるにゃ なんでこんな被害者面ができるにゃ まあ確かにな 俺もクソ女はちょっと言い過ぎたかもしれねえな いやそんなことないにゃ 全然いいにゃ もっと言ってもいいくらいだにゃ あと一つ言い忘れてたことがあって え? 今まであなたとのラブラブライン すべて返すのがめんどくさくて知り合いのおっさんに代わりに返してもらってたの は? マジで? ふざけんなよこの野郎 この野郎だなんてひどい ひどすぎる いやお前の方がひどいにゃ ラブラインの相手がおっさんだったショックは計り知れんにゃ 確かにこの野郎は言い過ぎた ごめん いやだからいいやつすぎるにゃ もっと攻めて大丈夫だにゃ あとガストデニーズサイゼリアに あなたの名前を使って理不尽なクレームを入れまくったの え? その結果あなたは全店舗で出禁になったわ いやなんでそんなことするにゃ それは目的がわからんにゃ おいおい 気をつけろよな いやこらえなくていいにゃ 切れるべきにゃ その3店舗に行けないのはダメージでかいはずにゃ でもなんでそんな嫌がらせしたの? 確かにそれは気になるにゃ 決まってるじゃない あなたが過去に私にとんでもなくひどいことをしたからよ そういうことか 復讐だったにゃ 過去にひどいことをされて その恨みを晴らすためだったんだにゃ お前あのことをずっと根に持ってたのか 忘れない日はなかったわ 1年前 あなたがうちの家のトイレの便座を下げなかった時のことをねいやしょぼにゃ 罪と罰が全然釣り合ってないにゃ